ドルチャンネル。皆さんこんばんは。中学生のママ、ドルチャンネルのドルチェです。今回はジーパイというものを作っていきます。で、ジーパイって、まあ、なんだろうって思うかもしれませんが、台湾の B 級グルメらしいです。ですごく有名みたいで、なんか唐揚げなんですけど、その普通唐揚げって8等分とか、まあ、ちょっと小さめにして揚げるじゃないですか。でそのジーパイは1枚丸ごと揚げるんですよ。でそのなんか迫力があってめちゃくちゃ美味しそうだなと思ったので、まあ、今回作ってみることにしました。で今回のレシピでは、まあ、もも肉を使うんじゃないかなと思ったんですけど、なんと胸肉で作るらしいので、なんかそこもヘルシーでまたカロリーも抑えられていいなと思います。で胸肉といえば、この間スーパーにいた時に胸肉ともも肉が全部半額だったんですよ。まあちょっとどうでもいいんですけど、美味しくできたらいいなと思います。今回もよろしくお願いします。それでは早速作っていきましょう。材料を紹介します。材料は2枚分になっています。鶏むね肉2枚、料理酒大さじ1、醤油小さじ2、砂糖小さじ2、すりおろしにんにく小さじ1、すりおろし生姜小さじ1、粗挽き塩コショウまたは黒コショウを適量です。そして卵と片栗粉は衣で使うので、これも適量です。以上になります。まずは胸肉をカットしていきます。カットというよりは開くっていうイメージです。まずは真ん中にちょっと切れ込みを入れて、そしてサイドに開いていきます。結構こういう作業は家のご飯でもやったりするんですけど、結構このまま全部切り落としちゃうことが多いので、慎重にやっていきます。まあ、なるべく厚みは均等にした方がいいですよね。こんな感じですかね。もう一枚も開いていきます。ちょっとここら辺切れちゃいました。で開いたらお肉を半分にカットします。でこのお肉を叩いていきます。結構薄くなるまで叩きます。こんな感じで叩いて伸ばすことができました。でそしたら次は漬け込み作業です。ジップロックに調味料をすべて入れます。料理酒と醤油、砂糖、生姜、そうしたら先ほどのお肉をつけていきます。でちょっと忘れてました。塩コショウとブラックペッパーを入れます。でしっかり空気を抜くことができたら、冷蔵庫で40分から50分しっかりつけていきます。40分ほどつけることができました。見た目はめちゃくちゃ美味しそうです。でこれをもう揚げていくので、油を180度に温めておいてください。まずは卵にお肉をくぐらせます。香辛料、ニンニクとかそういうのもいっぱい入ってるので、すっごく美味しそうな香りがします。で卵にくぐらせたら片栗粉をしっかりまぶします。こんな感じです。では油も温まったので揚げていきます。美味しくできますように。きつね色になるまで揚げます。めっちゃいい香りします。
めっちゃいい色に揚がったと思います。超美味しそうです。じゃあ残りも揚げていきます。2枚目もめちゃくちゃいい感じです。完成しました。めちゃくちゃいい香りがします。でこの形がちょっとやばそうな感じだったこのチキンもすっごく美味しそうに揚がりました。でもうめちゃくちゃ美味しそうなので、まあ、早速食べていきます。いただきます。普通はあの紙に包んで、まあ、食べるものなんですけど、ちょっと今回はこのキッチンペーパーで包んで食べようと思います。めちゃくちゃ美味しいです。もう一口食べた時にすっごく驚きました。もうあのザクザクなんですよ。ザックザクなのにすっごくちゃんと味もしっかりついているのですっごく美味しいです。うん、こうやってかぶりついて食べるからまたさらに美味しく感じるんじゃないかなと思います。すっごくザックザクでめちゃくちゃ美味しいです。で今回はこの胸肉を使ってるんですけど、胸肉とは思えないくらいすっごく柔らかくて、でまあさらにちょっとカロリーも落とせるので、まあ、ぴったりなんじゃないかなと思います。まあ、こういう迫力のある料理にもたまには挑戦してみるもまあいいんじゃないかなと思います。もしよければぜひ作ってみてください。今回もご視聴ありがとうございました。最後まで見ていただきありがとうございます。もしよければこちらの動画を見ていってください。チャンネル登録は私のお腹を押していただけると簡単にできるので、ぜひお願いします。では。